携帯電話各社からのお願い。大事な家族をトラブルから守るためにスマホ、タブレットの使い方を今一度確認しましょう。スマホをもっと楽しく安全に。忘れちゃいけない5か条。ネットに潜む危険を忘れるべからず。便利で楽しい反面、見知らぬ相手とのやり取りには危険が伴います。 SNS や各種アプリでのコミュニケーションは慎重に。安心フィルターを活用しましょう。各社から提供されている安心フィルターは、不適切なサイトや有害アプリの使用を制限するフィルタリングサービス。トラブルを未然に防ぐのに有効です。年齢に合わせたフィルタリング設定を。小学生、中学生、高校生と年齢や用途に合わせてフィルタリング設定ができます。安心フィルターはお店で設定を。店頭でのフィルタリングサービスの加入と設定は法律で義務化されています。スマホを買ったその時にショップで設定しましょう。家族のルールでもっと安全に。安心フィルターでトラブルを防げないこともあります。スマホを使う場所や時間などのルールを家族で話し合って決めましょう。家族の安心と安全のために、スマホを使うときには忘れないでください。安心フィルターと家族のルール。